東京電力リニューアブルパワー株式会社は東京電力グループの再生可能エネルギー発電事業会社である。略称は東電 RP。当社は東京電力ホールディングスの再生可能エネルギー発電を2020年4月に引き継いだ会社である。日本国内最大の再生可能エネルギー発電事業者であり、水力発電所など1000万キロワット弱の 再生可能エネルギー電源を保有する。長尾渡るダム。東京電力が梓川に築いた発電用ダムであり、東京電力、リニューアブルパワーが引き継いだ。2020年4月時点で、水力発電所163箇所、最大出力987万3360キロワット、太陽光発電所3箇所、最大出力3万キロワット、 風力発電所2箇所最大出力2万7 7 0ットを運営する。当社の発電所で発生した電気は小売電気事業者に卸売する。年間の売上高は約1000億円を見込む。東電 RP 自身も小売電気事業者の登録を受けているため自社で発生した電気を一般の需要家に販売、供給することもできる。太陽光発電や風力発電は 発電時に二酸化炭素を排出しないなどの特徴があるものの発電コストが高い出力が安定しないなどの難点があった。しかし2010年代になって急速なコストダウンが見られコスト低下が今後も続くと見込まれるようになったため2018年7月に閣議決定された第5次エネルギー基本計画では再生可能エネルギーの主力電源化の方針が打ち出された。 東京電力グループは再生可能エネルギーの主力電源化を推進すべく日本国内外で6700万キロワットの再生可能エネルギー電源を開発する目標を立てたそのためには認知度向上迅速な意思決定資金調達ができる体制が必要と判断し事業持株会社である東京電力ホールディングスから再生可能エネルギー 発電事業を分社化することを決定した。2019年10月、東京電力ホールディングスの100%子会社として、東京電力リニューアブルパワー株式会社が設立された。その後、両社の間で HD から RP に事業を移管する契約が締結された。2020年4月、HD はリニューアブルパワーカンパニーと、 風力事業推進室の事業を RP に移管し、約1100人が HD から RP に移った。HD が保有する東京発電とユーラスエナジーホールディングスの株式も RP に移管した。ABCDEF、国内最大の再エネ事業会社が誕生へ、東電 RP、4月1日始動、電気新聞。 https://www.denkishimbun.com/sp/504032020 年3月29日閲覧東京電力リニューアブルパワー株式会社東京電力リニューアブルパワー株式会社の事業開始について再生可能エネルギー発電事業領域における リーディングカンパニーを目指して、東京電力、リニューアブルパワー株式会社、二千二十年四月五日閲覧、登録小売電気事業者一覧、資源エネルギー庁、二千二十年七月四日閲覧、AB 東京電力ホールディングス株式会社、再生可能エネルギー発電事業の分社化方針の決定について、再生可能エネルギー発電事業領域における、 リーディングカンパニーへ。東京電力ホールディングス株式会社。2020年3月29日閲覧。東京電力ホールディングス株式会社。再生可能エネルギー発電事業の分社化に向けた分割準備会社の設立について、再生可能エネルギー発電事業領域におけるリーディングカンパニーを目指して、東京電力ホールディングス株式会社。 2020年3月29日閲覧。東京電力ホールディングス株式会社。再生可能エネルギー発電事業の分社化に向けた、九州分割契約の締結について、再生可能エネルギー発電事業領域におけるリーディングカンパニーを目指して、東京電力ホールディングス株式会社。2020年3月29日閲覧。ありがとうございます。